今回ですね、毎回定期的にやらせていただいております今週の漫画売上ランキングトップ30をですね、紹介していきたいなと思います。今回期間が8月2日から8日までとなっておりまして、今回はなんとあの超期待の新作ダンダダンとかね、青の箱なんかも発売されて非常に面白い週になってるのかなと思います。また1位発表した後に番外編ということで2作品も紹介しますんで、ぜひですね最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。で、早速30位から紹介していきます。ではまず30位です。30位、東京リベンジャーズ20巻でね、推定売上部数 48,708部となっております。毎度のごとくね、東京リベンジャーズ大量にランクインしてますが、今週は果たしてというところですね。まあ、早速30位入ってます。それで29位です。29位。宇崎ちゃんは遊びたい7巻、宇崎ちゃん来ました。最近観光ペース入って嬉しいですね。2022年アニメ2期も放送決定しておりますということで、早く大空さんの声がね、今ジャヒー様で聞けますけど、宇崎ちゃんの声も聞きたいわということで、もちろん原作買ってますよ。これ僕大ファンなんでね、アニメ1期大ファンになったんですけど、2期も本当楽しみだし、今原作の最新話マジで面白いとこやってるんでね、ニコニコ漫画とかも読めると思いますし、単行本ね、読むのも非常におすすめです。では続いて28位です。28位。東京リベンジャーズ19巻という、はい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 、まあ、この動画多分音声だけ、ね、聞いてる方は分かんなかったと思うんですけど、今ずっと東京リベンジャーズ続いてますね。はい、東京リベンジャーズが27位からだ、28位から今んとこ21位まで全部東京リベンジャーですね。はい。もう期間、すでに出た感が売れまくってるんですよ、アニメ効果で。もうやばいです。これは社会現象ということだと思いますね。で、20位東京リベンジャーズ13巻。まあ大体どの、あの、1巻から、まあ、22巻ぐらいまで、どれも80万部ぐらい売れてるかなっていう感じになってますね、今。で、累計発行数が3200万部ですから、期間が23巻ということで、まあ、発行されてる部数の方が今は多い状況になってる。まあ、また、まあ、その売り上げが伸びていって、1巻あたり100万部とかになっていくと、まあ、重版がまたかかっていくのかなっていう感じですね。で、19位。ようやく違う先に来ましたね。魔界の主役は我々だ6巻ということで、これ5万部超えですね。これ僕初めて聞いたんですけど、ぜひ読んでる方はね、コメントとかいただけると嬉しいです。続いて18位です。18位。東京リベンジャーズ12巻。まあ、東京。で、この魔界の主役が我々だから、秋田書店だから、あれですかね、週刊少年サンドとかの連載なのかな。まあ、ぜひ、読んでる方は、コメントいただけると嬉しいです。で、18位、東京リベンジャーズ。17位、参りました。イルマク23巻で、今アニメ2期も絶賛放送中ですしね。まあ、見てない方少ないと思うんですけど、非常にいいアニメだと思いますよ。うん。で、51,467部という原作も大人気となっております。続いて16巻です。16巻で16位。東京リベンジャーズ11巻。はい。続いて15位。東京リベンジャーズ6巻。続いて14位。東京リベンジャーズ10巻。続いて13位。逃げ上手の若君2巻来ましたという声ね。松井先生、暗殺教室とかの作者である方の新作ということで。13位っていうのはどうなんですかね。53,483部ということで、まあ結構苦戦してるのかな。まあ、ジャンプの掲載順とかを見る限りでも、まあ、だいぶ苦戦してるのかなっていうところで、まあ、原作、単行本はこれだけ売れてれば、まだ打ち切りとかないと思いますけれども、まあ、でも厳しい状況なのかなっていうのは思ってます。まあ、僕自身もそんなに楽しめてるわけじゃないんで、歴史とか好きな人はハマるのかなと思いますけどね。うん。まあ、でもやっぱ、暗殺教室の作者ということでかなり実力のある先生ですから、まあ、今後も楽しみに見ていきたいなと思います。それで12位です。12位。東京リベンジャーズ9巻。11位、東京リベンジャーズ7巻。で、10位、東京リベンジャーズ8巻。来ました。9位、ダンダダン1巻ということで、推定売上部数 57,761部、累計発行部数なんと21万部を早くも突破で、本当におめでとうございます。まあ、ジャンプラスで僕自身も読ませていただいておりますけど、画力がまず高い。その時結構ぶっ飛んでるように見えて、しっかり芯の通ったストーリーということで、まあ面白いっすわ。で、なんか表現しづらいんだけど、すごいんですよね、この作品は本当に。で、紙が20万部ぐらい売れてて、電子が1万部とか売れてるらしいんですけど、電子ってね、別にジャンプラス読めるのに電子も売れてるっていうのはすごいなと思いますけど、まあ紙は20万部すでに刷られているということで、まあ Amazon とかでも売り切れになってたんでね、また重版されるらしいですけど、それが8月26とかあったかな。で、またそこから買えるようになると思いますけど、まあめちゃくちゃ売れてるとかね、まだまだ売り切れて買えなかった方も結構いらっしゃると思うんで、まだまだ部数伸びるのかなと思いますね。本当におめでたい。はい、いい新作ができたなと思います。で、このジャンプラスも、だんだんの味もちょいしますけど、ジャンプラスでね、これ読めるし、最新話も多分1回目は無料で読めると思う。ぜひね、読んでいただけると嬉しいです。続いて第8位です。第8位。幽谷のモリアーティ15巻とかで、ようやくなんかランキングっぽくなってきましたが、推定売上部数 61,893 部で6万部超え来ました。
いやー、モリアーティもやっぱ人気ありますね。まあ、アニメの2期も、アニメの2期じゃないわ。アニメの2クールも素晴らしい出来でしたし、まあ、納得なのかなというところね。まあ、原作も多分アニメ効果でより売れてるのかなと思いますけどね、今後も。まあ、僕も原作読んでないんで、ちょっとこれを機に読みたいなって思ってますね。アニメも終わったことですので。第7位です、第7位。東京リベンジャーズ23巻最新巻来ましたということで、これ4週目なんですよ、これ。ランキング登場したの4回目で、最初が2位、で、1位で、まだ7位にいるんですよ。わけわかんないですよね。もうずっと売れてるんですけど、まだ推定売上部数ね、64,705分も売れてて、もう今週出たのかって感じですね、売れ方的に。で、推定じゃない、累計の売上部数が、583,028部ということで、めちゃくちゃ売れてますね。いやー、すごい。で、1巻とか90万部ぐらいかな、今売れてたと思うんで、まあ、それに、まあ、多分全巻だいたい80万部は少なくとも売れるんじゃないかなっていう感じの勢いなんで、まだまだね、この最新巻も売れるかなって、僕自身も買おうと思っても手に全く入んないんですよ。Amazon とか楽天毎回売り切れ、多分結構こういう人多いと思うんですけど、だからまあ80万部は少なくとも売れるじゃないか、もっと初版とか刷ってもいいのにね、もう毎回で売り切れてると思うんですけど、まあそんな感じで、まあ、58万部売れてるとなってますね。まあ東京リベンジャーズに関してはそうですね、本当にアニメもやってますし実写もすごい人気なんで、今後ますます伸びていく作品かなと思いますけれども、4週目で、これだけ売れてるというふうになっておりました。はい、では次第6、あ、なんでまあそうこれ言おうと思ったんだ。58万部ってまあすごいんですけど、やっぱ呪術廻戦とかワンピースって初週で100万部とか売れてるんですよ。だからそういうのに比べるとやっぱまだ劣るのかなっていう感じはしてますよね。やっぱ第3の鬼滅とか言われてますけれども、本当に社会現象なんだけども、やっぱ1週目で100万部ぐらい売れる勢いじゃないとっていうのはあるので、ないだというか、あるってなんか変だけど、まあ素晴らしい作品なのは間違いないんですけどね。まあもっと売れてほしいなっていうのが、正直なところですし、初版もっと吸ってください、講談師さんっていうところですね。はい。僕買いたいです、早く。で、第6位です、第6位。文豪ストレイドックス21巻最新刊で 67,941。ブンストンすごい人気ですね、さすが6位となっております。そこからトップ5、第5位。マッシュル7巻来ましたので、いやー売れてますね。ジャンプの次期看板候補とも言われてまして、まあジャンプでもずーっと、掲載順も真ん中から上の方にいてですね、まあ表紙なんかも変わったことありますし、で、続いて売上部数77,476部、で、累計アップ数210万部突破っていうのはジャンプのね、今週かな、煽り文に書いてありましたけど、いやーすごいわ、本当におめでとうございます。僕自身もすごい好きな作品なんでね、魔法のある世界の中で魔法を使えない主人公は無双するんで、なんかブラックロバーに似た設定なんですけども、より緩い感じでね、もう楽しめる。で、その上でバトルシーンとかキュンキリッとしていく、そのギャップっていうんですかね、その使い分けとかも非常にうまい作品で、まあ、ジャンプの次期看板候補、アニメ化も結構これ近づいてきてるんじゃないかなと思いますね。まあ、作者の方も大いに応援したいなと思います。次、第4位です。第4位。グランブル17巻ということで、グランブルも売れてますね。まあ、10万部に届かないものも推定売上部数92,431部ということで、まあ、実写映画もされまして、アニメもされてるかなっていうところで、まあ、第2作品かなと思いますね。で、ここからトップ3入っていきます。第3位です。第3位。ドラゴンボールスーパー16巻という号ですね、10万部超えてきました。107,812部という号で。これアニメの続きの部分やってるんですね。僕全然知らなかったんですけど、なんかあらすじとか読んでたら、あれ全然知らないキャラ出てきてるぞみたいな。アニメの続きとかだと思うんですけど、僕アニメは全部見てたんですよね、ドラゴンボールスーパー。これは買わないとなっていうところで、買う準備をしておきたいと思います。お金を準備して。はい。まず第2位です。第2位。ドクターストーン22巻という号で買わせていただいておりますよ。このスイカがもうね、かわいい。これもう読んでください。もう読んだら凄さがもうわかります。あー、やばいわ、これ。いや、ほんとやばいですよ。今回の22巻、もうえげつない神回あるんで、マジで皆さん買った方がいいなっていうところで、これを機に読んでいただきたいというところなんですけどね。推定売上部数135,352部ということで、めちゃくちゃ売れてます。あ、すみません。外の雨がすごい音が入ってるかもしれない。すみませんね。2位ということで、おめでとうございます。はい。で、このね、原作者さんの稲垣先生のトリリオンゲームっていう作品もやってますけど、これめちゃくちゃ面白いんでおすすめです。はい。では、第1位、ついに発表していきます。第1位。僕のヒーローアカデミア31巻ということで、映画も絶好調、原作ももちろん絶好調、1位です。おめでとうございます。
推定売上部数378,661部ということでね、まあ東京リベンジャーズとかキングダムとかの初週売上も上回っていくということで、まあキングダム35万部とか売れてたんですけどね、さすがだなと。まあでもやっぱジャンプの、まあさっきも言ったんですけど、呪術廻戦とかワンピとかね、初週で100万部売れてたりとか、初週って最初発売されて1週間のことですね。で、あのスパイファミリーとかも50万部とか売れてるんですよね。まあそれに比べるとやっぱ、まだもっと伸びてほしいなっていうところはありますけども、まあ、相変わらず売れてるとね、ルーキーアクオプスも5000万部突破という大人気作品かなと思います。で、あとなんか、ハリウッドの実写映画化が決まったらしいですね。まあ、動画この前に上げさせていただきますけど、ひとまず、やったー、おめでとうございます。いや、本当に嬉しいですね。本当に、ハリウッドで実写映画化ということで、実写でこの作品が見れると、しかも監督がキングダムの佐藤慎介さんということで、いや、本当におめでたいなと思いますねっていう茶番は以上として、本音は全部そっちの動画で語ってますんで、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。うん。はい。で、番外編という皆さん気づいたと思うんですよね。青の箱出てねえよなと。見て、僕買ってんね、僕最初単行もしっかり買ってるんであれなんですけど、青の箱ってめっちゃ売れてんじゃなかったのみたいな思ってる人いらっしゃると思うんです。めっちゃ売れてますし、ジャンプでも看板になれる可能性十分秘めてる。ほんと、掲載中もすごい上に方にいるっていうラブコメ作品で、ついに1巻発売されたんですけど、この順位は紹介していきます。これ何位かっていうと、34位ということで、惜しいですね。惜しくも、青の箱一巻は30位以内に入れなかったもの34位ということで、まあもちろん僕は大好きな作品ですので紹介させていただきますということで、こちらね、売上部数が 43,135 部ということで、30位が確か 48,000 部とかなんで、まああと5,000部ちょっと売れればっていうか、まあ正直多分初版が多分足りなかったんですね。初版7万部で、その後10版で10万部さらに刷られたってことなんで、Amazon も楽天も売り切れてたと思いますんで、まあもっと最初刷ってればトップ30に間違いなく入ってきたって作品なんですけども、34位ということね。いやーもうこれは2巻以降どんどんその最初の売り上げ伸びていくんじゃないかなと思いますし、まあ、アニメ化されると思うんで、いやめちゃくちゃ楽しみですね。まあ、結構マガジンっぽさもあるすごい清潔感ある青春味あふれるラブコメ作品で、まあ最高ですよ。もう千夏先輩しか勝たんわ。いやーこれめちゃくちゃおすすめですし、この作者さんが先生好きですっていう前マガジンで書いてた方の作者さんですね。もうそれこの前知って、で、まあその時は結構厳しい打ち切られ方をしたんですね。マガジンで連載されて、そこからマガポケとかに左遷されて、左遷って言い方はあれなんだけど、まあ移籍になって、で、打ち切りっていう感じで、まあ僕自身その作品も結構好きだったんですけど、いや、こうやって大成功を収めてくれて嬉しいなと思います。まあ、アニメ化はされるというか、もう僕絶対してほしいと思ってますんで、まあそういうのも楽しみに待ちつつ、またアニメ化したら、バーンってね、また僕弁とかよりもキャラクター的にこれ売れるでしょみたいな、安易な考えなんですけど、うん。まあやっぱバトル漫画とかね、売れやすいね、だんだんとか、そんだけ順位上なのはまあ納得なんですけど、まあ、ラブコメでもこれ、かなり来るんじゃないですか。かぐやさんは5等分級に売れる可能性を大いに秘めてるのかなって、スタートダッシュはね、成功を確実にしてると思いますし、ルーキーアクブス17万部突破というのおめでとうございます。今後もね、大いに応援してジャンプのアンケートも出しまくっていきたいなと思います。で、あと番外編もう一つあるんですよ。番外編2つ目があるんですよね、で、それは何かっていうと、月曜日のタワーはっていうこと2巻が、これ2巻と青版が41位なんですね。で、37位が、2巻。これは通常版で、41位の青版っていうのが、同人誌版と同仕様の B5 版カバーなし本文青ずりで、まあ、1000円なんですね。もともとが693円で、その青版が1000円っていうことで、まあ、あんま変わんないんですけど、で、これがどっちもめちゃくちゃ売れてて、通常版が4万部。で、青版が2万7000部ということで、合計すると6万8092部になるんですよ。本州実質6位ということで、めちゃくちゃ売れて、要するに特装版よりも、なんか、需要のあるというか、まあ値段も抑えている、青版ということで、まあ同人誌とかもともとツイッター発の先な同人誌版というか、そんな感じだと思うんですけど、いや、めちゃくちゃ人気ありますね。ヤングマガジンで今一番売れてるみたいに聞いてて、そうなんだと思ってたらね、もう、オリコンさんのランキングでも思いっきり出てくるということで、さすがというか、すごい売れてんだなってね、僕自身ちょっと1話とか2話とか試し読みしたんですけど、なんか思ってたのと違ってね、超癒し系というか、もう買いますわ、俺単行本買おうと思って。これから8月の後半バージョンの、まあ、おすすめ漫画紹介しますけど、それで、僕自身も買いますんで、その時に、それと一緒に買おうかなと思って、2巻、1巻、2巻買って読もうと思ってますけど、まあ、すごい癒される。タババーンっていう。まあ、なんか、結構エロ系なんと思ったら、全然そういうわけでもなく、なんか可愛さ溢れる、本当に癒される、仕事帰りに、読みたいなっていう作品になってましたんで、まあ、これ、まあ、まだ全然読んでないんですけど、すごいおすすめしたいなっていう作品だし、売れてるのも納得なのかなと思います。はい。以上ですかね。はい。
という感じで今週の漫画売上ランキングトップ30は以上となります。いやー今週も非常に面白いランキングだったと思いますね。また再来週ぐらいかな、この週刊漫画売上また発表していくと思いますんで、来週もね多分推しのことが確か発売されて、かなり人気作も発売される週で楽しみな週になるかなと思いますんで、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。という感じで今回の動画は以上となります。そのとこも見てくださってありがとうございました。